ロベルトロカテリはイタリアベルガモ出身のオートバイレーサー。2000年のロードレース世界選手権 125cc クラスチャンピオン。1993年イタリア国内のロードレース選手権でチャンピオンとなる。世界選手権には翌1994年のムジェロで行われたイタリア GP に 125cc クラスのワイルドカード枠で初出場する。 デビューレースでいきなりポールポジションを獲得する活躍を見せた。翌1995年には 250cc クラスにフル参戦デビューを果たし1996年シーズンまでアプリリアのワークスライダーを務めたが満足な成績は残せなかった。1997年からは 125cc クラスに移り出直しを図ることになった。 ホンダ RS125R を借り、クラスデビューシーズンは97ポイントを獲得し、シリーズ8位に入る。翌1998年には、ザクセンリンクで、初表彰台に立ち、ポールポジションも3度獲得した。1999年には、バスコロッシシレーシングに移籍し、アプリリリアに乗り換えた。ルマン、ムジェロと初優勝から2連勝を果たす活躍を見せ、シリーズ4位に入った。 そして翌2000年、バスコロッシュレーシングに残留したロカテリは、シーズン5勝、8度の表彰台、8度のポールポジション、230ポイントを獲得し 125cc クラスワールドチャンピオンに輝く。満を持たして、翌年から 250cc クラスに復帰を果たし、2001年はホンダ、2002年はアプリリアを買ったが、 ワークスチームのシートを獲得できなかったことも影響して、両年ともシリーズ8位に終わる。2003年は再び 125cc クラスに戻り、この年から GP 参戦を開始した KTM チームのライダーを務めたが、わずか18ポイントの獲得、シリーズ24位と失意のシーズンを送ることになってしまった。翌2004年はルーチョ・チェッキネロのチームに移籍し、 再びアプリリアを変ることになった。シーズン2勝を挙げ、シリーズランキング3位に入る活躍を見せた。2005年シーズンより 125cc クラスに最高年齢制限が導入された。30歳のロカテリはこれ以上同クラスに参戦が不可能となり、再び 250cc クラスに復帰することになった。2005年は表彰台を獲得することもできず、 シリーズ13位に沈んだ。翌2006年は、ハンガリーのチームトスに移籍し、1年落ちのアプリリアを、借ることになった。決して恵まれた体制ではなく、ロカテリに活躍を期待する声は少なかったが、全レース10位以内で、完走、3度表彰台を獲得する抜群の安定度を見せ、クラス自己ベストのシリーズ5位に入り、ベストプライベーター賞を獲得した。 前年度の活躍が認められ、2007年は、ジレラチームに移籍し、アプリリアワークスと同等のマシンを変えることになったが、第2戦ヘレスでのフリー走行中に転倒し、タイヤバリアに衝突。顔の各部の骨折、左の足首も開放骨折、さらに肺も負傷するという重傷を負った。しかしわずか2ヶ月半後のカタルニアで、決勝レース復帰を果たす。 この年は怪我の影響もあり、表彰台獲得なしのシリーズ13位に終わった。2008年はジレラに残留し、第8戦ドニントンでは史上6人目となる通算200戦目を迎えた。この年も表彰台を獲得することはできず、シリーズ9位となった。2009年はジレラで3年目のシーズンを迎えた。クラス最年長のライダーとしてシーズンを戦ったロカテリは、 第4戦フランス GP で2006年以来となる3位表彰台を獲得した。そしてシーズン閉幕後、ロカテリはレースからの引退を発表し、16年間のグランプリ生活に終止符を打った。引退後、ロカテリは2010年シーズンよりイタリア国内選手権を戦うアプリリリアジュニア GP チームでスポーティングテクニカルコーディネーターとして 若いライダーの指導にあたることとなった。ありがとうございます。